はい、ということで、はい、アトミックセブンでございます。はい、ただいまですね、あの放送が終わりました。皆さんありがとうございました、ありがとうございました。あ、まあ、今回はですね、まあ、ちょっと企画的にはちょっと、ね、まあね、ちょうど日本シリーズを野球の方でねやっているので、まあなんか野球に関する企画だったりとか、あとですね、ふつおたスペシャルということで、割とちょっとトーク多めの回になったんですよ、ね、かなり喋ったよね。いや、相当喋りました、ね、もう喉きついっす。そんなに喋りすぎてめっちゃ脱線してたけどな。脱線しますって全然できるけど、まあ、まあいつものことですね。いつものことですけれども、はい、ちょっとね、いつもよりあのトーク多めの、まあ、本当に楽しい回になっておりますので、うん、皆さんぜひぜひこちらですね、アーカイブの方が12月11日の土曜日までとなっているので、うん、はい、見逃したよという方もぜひぜひご覧ください。よろしくお願いします。お願いいたします。そしてですね、本日の番組内でちょっとね告知もさせていただいたんですけれども、はい、次回の放送12月26日は、うん、なんと初の有観客と、そうなんですよ、なりました。ようやくです、ようやくね、18回にして。そうですね、本当にもう18回もやってるんですね。それかびっくり。1年以上やってるこの番組、ついに有観客開催ということで、まあ、ちょっと人数は絞るんですけれども、あの実際にこの会場にね、我々の酔いどれ姿をあの本当見に来ていただけるということで、ガチで酔ってるからね、いいものなの、この空気感をね、そうそうそう、我々に言わせませんね、ワクワクなってそうね、ドキドキの方が、こちらはですね、有観客開催ではありますけれども、この会場にね、その日来られないよという方はですね、配信も同時にやるということで、はい、もちろんですよ、ね、全方位から見ていただける、ね、はい、そう、で、あとオリジナルドリンク、そうです、そう、会場ではオリジナルドリンクをちょっとね、我々考えたやつを販売させていただいたりとか、本当に僕らが考えたやつね、はい、さらにですね、ちょっと来ていただいた方には我々のステッカーを、そうなんですよ、はい、初グッズ、ついに初ステッカー、そうね、初グッズだね、プレゼントさせていただけることになりましたので、はい、来られるよ、来たいよっていう方はぜひぜひ次回に12月26日の方もよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということで、我々アトミクセブン、まあね、無観客から有観客にもなりましたし、はいはい、1年以上も経ちましたし、はい、ここからね、さらにとどまることを知らない番組になっていきましょうね。そうだよ、はい、もちろんだよ、もちろんだ、はい、よし、頑張ります。変な感じということで、これからもアトミックセブンをよろしくお願いします。ありがとうございました。